こうか、俺は行こうか、どっかでか、ブラジアから来たからね。
リーの子供もそうじゃないかな。そう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 。でもね、どこに行ったかも、どこの園とも何ともなかったっていう。シミレは？皆さん見えました？今、ちさとちゃんの育児が。もうちょっとひどい。全部で独り占めしようとしたんですね。動植動物はやっぱ肉食動物に襲われちゃうので、どうしても気性が荒いとか、それは自分を守るためでもあるのでですね、まあ他の草食動物に比べて気性が荒い動物になってくる。よくですね、まあ、シマウマさん馬って言われるんですけど、ロバの仲間です。なるほど。自分で壊してびっくりして逃げちゃいましたね。ちょっとワオっていうか、電波っていうか。びっくりしたんや。あれ、めっちゃ壊しちゃったな。自分で壊してびっくりして、何事もなかったかのような顔していますね。こういうところがあるちだったじゃないですか。壊してビビって、すごい言ってたけど。おー。びっくり。この種類のシマウマは特に、絶対濡れないですね。壊れちゃったな。うん、壊れちゃったな。一個で。今、受け付けに行ったね。お引越しするんやって。はい。明日の明日。選んだ。アミハ、キリンサメに行こう。キリン？キリンどこな？あかり。あかり行こうか。はい、キリンさん燃えたよ、キリンさん。